ちょっと今日ハードすぎませんか。またまた。はい、一応こちらで、初心者の方々は終了になります。で、小さい最後に小滝登ってましたけれども、本当ぶっちゃけここってですね、中級者から上級者コースなんですね。で、この小滝の先もちょこっと走ったんですけれども、まあまああんまりですね、まあ車も壊す可能性もあったので、あとは見学という感じで私たちの、走りを 見る感じで、でもですね、皆さんですね、すごく、やっぱし動画とは違うと、生のロッククローリングは迫力があ あるとね、おっしゃってましたね。で、まあこれから先はですね、禁断の変態の領域に踏み込むか踏み込まないかはですね、参加した皆さんが決めることでですね、私たちからはですね、特にですね、強くはですね、誘ってはいません。なんでってもいろんなリスクが伴うことなので、はい。で、まあ今回ですね、で一応終了になるのかな、初心者の方々ので、また皆さんですね、多分今回の走ってみて、あそこを改造しなくちゃ、ここを改造した方がいいとか、いろいろ多分個人個人で分かったと思うので、多分それを改造してからまた、ご一緒できればと思っております。それでは、初心者、サワロックツーリング、第2回目でございました。さよなら、バイバイ。